どうも、なおちんです。100円ゆうでんやっていきます。よろしくお願いします。さあ、ついに来ました。3週目のここまでやっと来ましたよ。では仲間にしに行きましょうか。スーパーラッキーガールのスーパーラッキーガール来たー。やっとです。本当は2週目で仲間にできるはずだったけども、ちょっとしたミスで3週目に持ち越しとなりました。リーン最強キャラが仲間になりました。いやー、よかったですね。リーンレベル50で、まあまあまあ、まだあと2つはね、レベルを上げて解放しなきゃいけないんだけども、66か、まあまあすぐですね。 OK。で、プラスで、今までずっと死んじゃってたペリエールも、レベルを上げることができるんですよね。あ、ペリエールも、あ、いやー、全タイプ4があるけども、そこまで使える感じではないかなー。まあ、上げてみないとわかんないですね。で、ここまでかかった時間ですけども、結構かかった。92時間半。結構かかったね。92時間半。ここでようやく、最強キャラが入ってくるっていう感じですね。ミスしなかったら多分、40時間ぐらいあれば、全員仲間になるんじゃないかな。もう思いっきりで、遠回りしてきたので。これだけ時間かかりましたけども、急げば多分、3、40時間ぐらいでいけるんじゃないかな。理想的なルーンですけども、こんな感じで正解なのかな？全力クラッカーのルーン、これで攻撃するでしょ？で、力が必要になるので、怪力のルーンを3つ？で、SP が3必要になるので、SP チャージのルーンを2つ。これ重複するのかな？重複しなかったら1個でいいんですけども、まあ、毎回打ちたいので、とりあえず2つですね。で、残りの2枠を、戦士の極意と、もう一つを、耐性系？HP かな。もしくは、もう、耐性は捨てて、力を上げていくか。まあ、ちょっと、レベル99にしてみないとわかんないですけども、とにかく、リーンは最強だね。いろんな形に、成長させることができるので、これはどうしたものか、力を上げるか、もしくは魔法攻撃力を上げた方が強いのか、それはちょっと、レベル99にしてみてから試してみようと思います。はい。ということで、今日はやっとですよ。やっとリーンが仲間になりました。またね、成長させてやっていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。